察カモ。サントさんってアニメが楽しみあるだよ。カメラ機を久しぶりに内巻きにしてみました。リオニョンです。チャンネル登録よろしくお願いします。はい、ということで今回は仮面ライダーガイムの好きなロックシードランキングを発表していきたいなと思います。イエーイ。ということでガイムが大好きなリオニョンの好きなロックシードランキングを発表していきたいなと思います。はい、イエーイ。イエーイ。皆さんもね、うん、好きなロックシード何かなと思いながら、うんうん、ぜひ聞いていただけたらなと思います。はい、さあ、はあ、もうね、うん、選ぶのにこう全部良かったんでね、はい、迷いましたが、はい、でもまあスパスパって決めれました。はい、なんか長かったみたいな言い方時間がかかりましたね。はい、早く決まったの。そう、迷ったけど、うん、いやでもやっぱこれやなっていう感じで決まった。おお、なるほど。では早速発表していきたいと思います。はい、それでは、はい、第5位、P2NG6 シードです。おーです。これは何で好きなんですか？これは、うん、あのマリカさん、うん、そうがまず女性の方なんですよ。その時点で結構もうかっこいいっていう部分がまずあって、でその時に、まあ、ピーチやから桃、うんうん、桃なんがしかもピンクでこれもまた可愛いなっていうのもあったりとか、かわいくない？そう、しかもエナジーロックシードは、うん、こうロックシードがちょっとなんていうの、透明っていうか、そうになってるのもやっぱちょっといいなっていう、なんかおしゃれ、そうやんな、かわいいですよね。女の子好きそうなデザインですね。でかっこいい湊斗さんがすごくかっこよくて、うんうん、そうこれは5位に選ばせていただきました。お、透明のやつってなかなかないの？うん、そうなかなかない。うん、なかなかない。へー、すごい欲しいこれ。やんな、エナジー飾りたい。そうそう、エナジーロックシードやったら透明になるんだけど、うんうん、それがまたねかっこいい。ちょっとサクランボと迷ってん。あー、かわいいな、サクランボも絶対かわいいやろな。そう、サクランボもね結構好きなんですけど、そうピーチにします。ピーチにしました。はい、それでは、はい、第4位、ドリアンロックシード。おー、ドリアン、はい、え、前に、うん、あの好きなフォームランキングで、うん、ドリアンの話聞いたから覚えてる、うん、あ、覚えてる、うん、マジドリアンは、うん、まあ、正直このドリアンロックシードを使っているピエールのが込みで結構上位に上がってきてるっていうところはありますね、うん、あ、ピエール結構惜しいやん。ピエール結構惜しいそう、マジいい人なんですよね。めっちゃいい人な感じ。そう、うん、でドリアンもなんていうのな、まあ、結構やな、可愛いなって思うタイプ。ドリアンが、ドリアンがあのゴツゴツしてる。そうそうそうすごい個性的やな。そう、 そうなんですよ。なので、そう、良いはドリアンかなと。結構これは即答やった。即答やったんや、うん、なるほどなるほど。それでは、はい、第3位、メロンロックシード。メロン、メロン、うんうん、これもザンギツさんのねメロンロックシードです。いいですね。そう、白いんでしたっけ？そう、白いね。変身した時、そう、変身した時が白で、うん、もうこれはねかっこいいなって思ったのと、うん、やっぱり高虎さんがこう渋いんですよね、うん、で高虎さんがこうメロンのロックシードを持ってると、なんかメロンのロックシードめちゃめちゃすごいように見えるっていうかそう、そうなんや。そう、ね、そう、メロンロックシードはほんまに好き。おもう3位やもんなって、うん、そう、3位。こっから先もっと好きになる。そう、もっと好きになるはい、では、はい、第2位、極みロックシード。極み、極み、いやマジでもう極みロックシードは、うん、これはもうロックシードの機能性、うん、なんていうの、うん、そうが好き。で、見せてください。そうです。え、そう、まず見た目がかっこいいし、全部さフルーツ入ってんの。そうやねん、全部使える。フルーツバスケットで、うん、こう全部使えるっていうところが、うんうん、マジでもう強すぎんっていう、うん、なんか他のやつと違って四角い感じがする。そう、 そうそうそう、こうカシャってつけるんやけど、うんうんうん、そう、それもまたちょっと違うから、まあ、他のやつと、うん、そうで、やっぱこう最後らへんにねこう登場したっていうところも結構特別感があるっていうか、うん、そう、これはね、そう、強いっていうところで2位になりました。あ、いいですね。はい、それでは、はい、待望の、待望の第1位、オレンジロックシード。やっぱり、やっぱりオレンジロックシードが、うん、リオナは一番好き。おー、なんかね、うん、やっぱ結構なんか1話を結構繰り返し見たん、うん、で1話が結構印象に残っていて、うん、上からオレンジが落ちてくるところとか、なんか再現やってたよね。そうそうそう、再現もねそう撮ったんですけど動画で、うんうん、そう、このみかんがこうフレッシュでパカーンってなるところとかが、うん、マジでこれ
すごいなと思って、うん、セーデガイムどんどん見たいなと思って見るようになったから、うんうん、やっぱりオレンジロックシードは1位やな。なるほどね。そう、なんか心、うん、心の思い出というか、そう思い出というかガイムとリオナの思い出がこのオレンジロックシードが紡いでくれたんじゃないかな。感じですね。はい、感じです。はい、ということでリオナの好きなロックシード、はい、5位まで発表してきました。皆さんの好きなロックシードもぜひコメント欄に書いて、はい、教えてください。ようかん、チャンネル登録、その他のチャンネルもまいまいチャンネル、りおみつチャンネルもよろしくお願いします。バイバーイ。